どうもこんにちは、マスです。皆さんね、キャンプで寝るときとか、あとハンモックに乗るときとかね、靴脱ぐと思うんですよ。でもまあこれからの季節、靴脱いでほったらかしてる間に虫が入ってくることってありますよね。ムカデとかナメクジとか、そういうのが入ってくるのを防止するアイデアを紹介したいと思います。やっぱりもうナイロン袋かなんかに入れて蓋してしまうのが一番いいんですけども、寝てる間とかハンモックに入ってる間にここから少しでも湿気が抜けて靴乾いてくれたらいいなって思うじゃないですか。そうなるとナイロン袋とかで蓋を閉めてしまうのはちょっと抵抗あると思うんですよ。要するにここに虫が入ってこないためにはここが閉まってればいいんですよね。で、通気性も確保したい。私がおすすめしたいのは靴下です。寝るときに脱いだ靴下をここにかぶせます。こっちも同じようにかぶせます。そうするとね、ここから虫が入ってくることはないですし、これコットンなんで通気性いいですから、中の湿気が抜けて出ていきますし、で靴下自体が湿気ていてもこうやって乾かしておくことができるんで便利じゃないかなと思うんです。でもね、これ一つ欠点がありまして、雨が降った時にこれが野ざらしになってると、こっから水入ってくるんです。これべっちゃべちゃになっちゃうんですよね。それでね、もう一つの方法がこの棒を使うっていうやり方です。棒は2本用意します。で、少し長い感じで、これの端を尖らせます。こうやって削ってもいいですし、こうやってね、ノコギリでカットしてもいいです。この2本の木を用意したら、これを地面に突き刺します。少し間開けておくといいですね。で、ここに靴をこうやってかけるんです。そうすると上から雨が降ってきても、靴が防水だったらこの中に水が入ってくることはないんで、全部下に流れ落ちて靴の中は濡れずに済みます。で、まあまたこれ話戻るんですけども、これだとやっぱり虫がここから這い上がって入ってくるんじゃないかって思う、心配になりますよね。そこでね、またこの靴下を使います。まず靴下を裏返します。裏返したらこの靴の中につま先の方から突っ込みます。突っ込んだらこの靴の足を入れるところですね、ここで靴下をひっくり返してかぶせます。こういう状態ですね。反対側もまず靴下をひっくり返して、つま先の方を入れて、で、これをひっくり返してかぶせる。これをね、この木に刺すんです。こうすることでね、さすがにここは濡れちゃいますけども、上から雨が降っても靴の中には水入らないですし、下から虫が入ってこようとしてもこの靴下でガードされてるので、靴の中にまでは入ってこれない。で、なんでね、靴下を入れる時に一回裏返してから入れたのかっていうと、これ裏返しとかないとこのまま履けちゃうんですね。このまま履いた時に中にもしムカデなんかが入ってたら足が直接攻撃されてしまうわけです。だからこれを履く前にひっくり返すっていうのをやることで、もしこの中に虫が入っていても裏返した靴下を元に戻した時に虫が外に逃げていくっていう仕組みなんです。